解説にはおなじみとなりました岡田武さんをお迎えしてお送りします。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。試合開始です。クリシー、この動きがアルシャビンです。ボールにはジエゴ、アレッサンドロ・デルピエロ、カモラネージ、さあ上げたい、どうだ、このボールはディフェンスが処理します。ファンペルシー、アンドレイ・アルシャビン、クリシー、スローインでの再開はアーセナルボールです。ボールは再び外に出て、もう一度スローインです。ボールを奪う、さすがの身体能力、ジエゴが見せてくれるのか。ここは体をうまく使って奪った。ボールにはウォルコット、スローインはアーセナル。サニャ、動きに躍動感があふれます。ウォルコット、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ナスリーがここにいました。ジエゴが来ましたよ。ウォルコット、ファンペルシー、ナスリがこれを抑えます。マウロ・カモラネージ、ヴィンチェント・イアキンタ、ガラス、アマウリです。ジエゴ、クロスを入れたい。ボールの動きが激しい。アマウリ打ってきましたが大きく外れてしまっています。ウォルコット、シュートに行けるか、どうなる、バーの上に弾き出す。コーナーを取りましたアーセナル。ピンチを出します。スタンドの悲鳴が安堵の吐息に変わります。ディフェンスに当たる。雰囲気がありますアルシャビン。ボールはディフェンダーの元へ。ヴィンチェンツォ・イアキンタ、ガラス、ファブレガス、アマウリ、ディアビ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。アマウリが絡む。コーナーからのリスタートになります。ファンプルシー、この動きがアルシャビンです。ナスリ、セスク・ファブレガス、デッレアルピー、広いですね。そう、審判はフリーキックの判定です。ゴール、試合を動かしたのはアウェーの底力。点の取れるディフェンダー、なかなか貴重な選手ですね。岡田さん、はい、オプションとして非常にいいですよね。ありですよね。ボールがセンターサークルに戻され、再びキックオフ。試合はアーセナルがリードしています。デルピエロが絡みます。ここにアマウリ、イアキンタ、
ゴールが見えてきた。これはよく止めました。危ない場面を防ぎます。これはどうなりますか。ボールにはジエゴ、アマウリです。ルーズボールになった。テオ・ウォルコット、ロビン・ファンペルシー、ゴールが見えてきた。振り抜いた。キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。アンドレイ・アルシャビン、ホイッスル、アーセナルボールです。おっと、ディアビ、パスコースにはディフェンスがいます。アマウリ、ボールを失った。ガラス、ここにサニアがいます。ウォルコット、ファンペルシー、いい形ができつつある。このボールはどうだ。ボールはカット。チャンスの匂いのするパスです。プレーオン、続行です。中には入れさせない。チャンスはまだ続きます。アーセナルのコーナー、アマウリが絡む。カモラネージです。ヴィンチェンツォ・イアキンタ、これはパスミスになった。視野が広い。このボールを奪います。マルキッシオ、このパスはダメでした。通りません。これがスローインになります。これはファンペルシー、雰囲気があります。アルシャビン、ファビオ・グロッソが絡んでいきます。ボールをダッシュ、寄せが早い。空いたスペースに走り込みます。ここにアマウリ、ボールにはウォルコット、ファブレガス、ボールにはグロッソ。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。デルピエロ、アマウリです。体を当てて取る。奪った。ファビオ・グロッソ。前半の終了を示すホイッスルが鳴り響きました。前半が終了いたしました。前半の内容をどうご覧になりましたか。はい、どちらも前半は攻撃というよりは守備を重視して